はい、こんにちは。お料理なんやったさっきなんて言った お料理クッキー、まあなんでもいい始まります。今日はね、これちょっと待って、ちょっと、あ、そう、下に行って、これね、100円で売ってるやつ、これでお好み焼きを作っていきます。で、まあ皆さんあると思うんですけど、このお好み焼きの粉ね、とりあえず今日は2枚分いきます。2枚分、何本かな、こういった多いかも分からないけど、ちょっと多いめによいしょ。でもこれもいらんから、こうしようと。で、もうこれ全部入ってるからね。で、これ水適当に、で、あんまりしゃぶしゃぶにせんようにね。で、あるんやったらこのミフィちゃんのこのスプーンを使ってもらえると。怖いでしょ、ミフィちゃん。これ何年前の、30年ぐらい前の年季こもっております。それね、ローソンで、ローソンのポイントでもうたよね。そうそうそう、お皿ももうたんじゃん、うん、3本くらいある。3本くらい、いや、もうちょっとなんだよ。あ、3本やね、ぎゅーっと混ぜて、早いですよ。今これぐらいなんですけど、もうちょっとだけ、よいしょ、もうちょっとだけ、もうちょっとだけ、そんな背伸びして取らんでも大丈夫やろ。手がね、上でしか映らない。あ、そうなの、ね、すいませんな、文句ばかり言うてな。よいしょ、あ、汗かいてきた。お腹プルプル、お腹プルプル。これぐらいでいいからね、あんまりシャバシャバにしたらあかんから。目安はこれぐらい、知らんけど、もうだいたいこれぐらいもん、いつもこれぐらいもんな、うん、あんまりシャバシャバにしたら粉っぽくなるからダメ。で、これボウル用意して、熱っ、ボウル用意します。これ取り込みます。全部入れて、ほんでね、粉がね、どれぐらいかな、1杯、2杯、3杯、うん、もうこんなもん。もうこれ以上入れたら粉っぽくなるから。で、これ、だいぶ前、あのカルディで買った生姜。紅生姜なかったから、これ代用で。これちょっとね、醤油味ついてて、もうこれぐらいいっちゃいますね、これ。もうちょっといこうかな、しょうが美味しいもんね。はい、OK です。じゃあ、中華っぽい、ええ音やな。これ玉、新しいニーヤにもうた玉、早い、ちょっとそれね、もしかしたら双子ちゃんかもね。こうやったら見える。うわ、双子ちゃん、全部双子ちゃん、こっちこっちこっち、はい、はい、わかりました、すみません、文句言うからね。で、ここに入れるのがスーパーで売ってる天かす。これ天かす。で、これをね、ちょっと多いめに入れるんですわ。これちょっとね、うち冷凍庫にいつも入れてるから、だからあとね、ちょっと多いめに入れた方が間違いなく美味しいんで。で、ここでね、肝心なのはこのテフロンのフライパンね。このテフロン、これあれやな、アシア、JR アシアのコープさんで900円ぐらいで売っとってんな、うん、なんかもうちょっとですかね、半額なってた。これね、安いの 何個も買うといたら消耗品やから、使い捨てやから、これ非常に便利で、これをちょっと弱火でも火つけときますね。で、ここから混ぜます。この混ぜんのだけちょっと頑張って混ぜてもうたら OK なんで。足りる、さっきの粉ぐらいで。え？足りるの、はい、最近ね、文句多いんですよ。何？なんか足りるとか足りへんとか。最近厳しいんです。
いてこれって。だって。でこれね、水菜とか入ってるんだよな、これ、うん、入ってる。水菜と人参と大根と、なんだぐらい、この3種類。あー、なんかいい感じ、いい感じ。で、意外とこれ水っぽくなれへんねんな、大根やけど。やっぱりあの、なんか水大きい機械で何しとんかなみたいな。あ、いい感じで。まいら撮影うまなってきた。撮影だけ頑張るわ。頑張って。これ油ちょっと入れて、もう手本やから端っこからな、どっちにしても。こんな感じで換気扇オンします。はい、はい、わかりました。すいません、ごめんなさいね。で、これこのままね、もうパラパラって入れていくんですよ。もう気にせず入れてください、全然大丈夫なんで。もう全部いっちゃいます、全部いっちゃいます。ちょっと照明オン、うん、ね、はい、はい、はい、照明来ました。これ火だけはあんまり強せんようにいってくださいね。で、こんな感じです、こんな感じです。よいしょ、はい、形整いました、整いました、整いました。だからこのやつ整いました。なんちゃらがなんちゃらでーどのこうのでーあると思います。それはあると、整いましたっていう人もおったやん。あ、ちゃうか、今誰か分かれへんもん。そうなん、ここで豚さん、こんな感じでいいです、いいですね。もうええ匂いしてる。皆さんにこの匂いを伝えたい、この匂いを皆さんに。ぜひ容器からあとじっと届いたな。手だけ表して、手だけ表して、ずっとほっとけと、終わり映えしないこの画面をずっと映すという。あの、やっぱ変化を見てもらわないかんからな。わかるかーいみたいな。よいしょ、いい匂いしてきた、いい匂いしてきた、うんうんうん、これいい感じだな。これが、もうちょっとしたらあの、ふわーって湯気出てくんねん。湯気出てきたら、これぐらいたまらあかん。湯気は難しいね。難しい。これめっちゃお腹きつい。これ紐縛って、紐ちょっとしかあらへんねん。ちょっと待ってきた。普通もうちょっとね、うん、長いはずよね。これ取ってくれた方。今日は赤バージョン。この間も赤バージョン。去年の春に最初コータンが黒バージョンで、秋にいた時これやってんな。カモイズミ、カンポコリンです。音がええな、最近。なんかいい感じになる。まだ、まだやで、まだなんかええな。ちょっと湯気は出てきてんけど、ちょっとやな。ちょっと火上げますね。火加減、どんな加減。いい加減、いい加減。うまいこと言うやん。
たんでチン。でも意外になんかついてくる感じ。だいぶええ感じになってきたな。だいぶええ感じになってきたな。あ、せやねせやね。これ下からあのぬくいのが来てるから、これひっくり返そう。いきますかね。行きます。ああ、ちょっと待ってよ。もうちょっと話してみる。あんまり話せるな。あんま話せない。これぐらいでいいか。ここで。よいしょ。お、ちょっとあ、ひっくり返るとか入らなかったかも。ごめんね。ちょっと切れたかも。めっちゃいい色。お好み焼きになってくるんですよ、この味ね。不思議でしょ。あの大根のサラダがね。でこれね、わからんと出したらこれキャベツで作ってると思うねんな、みんな。まあ微妙に大根の味はするんやけど、あれあれっていうぐらいで。ふたなんかせえへん。ふたなんか。いつふたしてやるとかしょ、この味。お手水飲みすぎて、昼一江さんいたらようお酒飲まへんかって。昨日おどき、お酒飲みすぎて、昨日はもうさすがにアルコール抜きました。おとついわしイライラしてたからね、お店で。もう、いつ文句言うかヒヤヒヤしてはったから、非常にすいませんでした。今はちょっとやめとこうと思って、抜きましたね、さすがに。今日も抜いたき。いや、今日はもう抜いたき。これね、こっちの麺は豚の油でブーブーさんでね、ものすごくあのカリカリ焼けるんでね。皆さんね、皆さん画面の方ちょっと飲んだら、なんかもうそうなったらもうあれ。この辺とかふわってちょっと出てきたらもう出かけてんねん。あれはもう大根サラダとかあんまり、あと粉の厚みしないからこんなめちゃめちゃ美味しい。まあ粉っぽさが残らんかな。あと豚かもしれない。ほんでね、あの粉落として粉もね、あんだけ入れたんやけどまだこれもう1枚で余るぐらい粉残ってるんですよ、あんなちょっとで。だから粉を容器入れたらええっちゅうもんじゃないからね。テレビ局のカメラマンってどんだけ大変か分かるやろ。絶対な、撮影とかしたらない。だって昔マサがやっとったやな、夜はくねくねで。あ、富澤のマサが、うん、やっとったやん。夜はくねくねでまで関西ローカルやから北は北海道から南は沖縄あとなあ、海外行ったらアメリカとかいろんな方見てはんねんから。そう見てみてな。知らんか、知らんわって言われたけど、そろそろいいかな。ほら、この油がものすごいいいんですよ。でちょっと、もう一回ひっくり返すね。待ってよ、ほら、いっぱい食べるな。うん、行くで。よいしょ、はい、出来上がり。こんな感じです。こんな感じになります。ブチブチ言ってます。お皿持ってくわ。あ、ごめんなさい、忘れてた。いい感じに焼けました。めっちゃ早いんですよ、だからだけ。じゃあ、もう一瞬は美味しいソースをかけてバタバタしてます。
今日は何の皿？今日は石のお皿、溶岩のお皿でいきます。黒いのでいっちゃうの？うん、黒いのでいっちゃいます。じゃあ油がこんだけ出ます。でここにソース、どこ？違う、こっち、はい、下今一ちょっとまたそれこれか、それをうまいやつ、これを宣伝せなあかん。そうよ関西といえば。でこのね、兵庫県か、あの兵庫県の長田そば飯とか有名なとこね、このバラソースっていうのを使うんですよ。これお好み焼き用、とんかつ用って書いてますけど、これね焼きそば用とかもあるんですよ、バラソース。もしかしたら大きいスーパーとか売ってるかも分かれへんな。あるかもね。これをちょっとピーってこんな感じで、いいですね、こんな感じで。あんまかけすぎたらお腹出るからな。マヨネーズごめんなさい、赤いキャップですけど、黄色にはできないの。なかなか黄色のキャップにはね、黄色のキャップにはできないな。なかなかできないね。やばいやつこれ、やばいやつどこ彩り悪いの。こんな感じでできました。あと鰹節やな。あ、下ね。うん、下になる。ちょっとソースを入れとけよ、うん、よいしょ。今日はテロップ入れんでええかな。いや、テロップ入れんでいいんやったらこのままアップできんねんけど。いけるか、聞いてみようか。え、あと一回聞いてみようか。あと一回聞いてみて、うん、うんうん、何があるの。うん、ああ、ええ匂いやな、カツオな、うんうん、踊るんだ、これ。いやー、ちっちゃい時はカツオ節生きてる思っとった。これかけたらたこ焼きとか。うわ、なにこの匂い、もう全部かけるで、うん、あとは美味しく食べるだけなんですけど。あ、おかれへん、あ、ここでいい、うんうん。でここでどんな感じか、ちょっとちっちゃいコテみたいなのがあった。ちっちゃいコテあった、あのもんじゃみたいなやつ、うん、ここだ、ここかな、その下、これもんじゃやん。これで食え言うてんやさ、これあとどうする。これ何時間かかんねん、切んのこれ。まあ、切りますけど、言われたから。めっちゃいきます、それから、はい、でこれ断面図、こんな感じです。あーあー、本当わかる、うん、お好み、もうほんまにお好み、うん、うん、ちょっといただきます、うん、間違いない、間違いない、うん、やっぱり間違いなかったらしい、うん、ちょっとやろうか。ポテトに入れます。いきます。うん。うまっ。間違いない。うまっ。こんな感じで、あの食べるときはもうちょっと大きいテコで食べてもらう。これ。もんじゃ用なんでね、これ意味あらへんからこれ。なんかあのなんかシルバニアに出てきそうな、シルバニア孫が来た時にほらね、うん、買わそうと思って買ってたから、おつびらな、うん、この間おつびら可愛かったな、お前ら家入ってきたマスク禁止やったらみんな取り寄ったからな、うん、かったな、今が。ないな、この青いやつもいきます、うん、青いやつも、うん、まあ普通にお好みの焼きなんですけど、なんかでもシャキシャキ感がね、大根の方がなんか、まあ、キャベツはキャベツでね、甘いけど、うん、これはこれでうまいもんな、まあ、あの多分ね、日本で一番僕がこの大根のお好み焼きをこれ配信してると思うんで、これからあと出てくるのは全部パチモンなんでね、これさっきやっとかんとな。真似されたら悔しいから。これ持って、こんな感じで。
これでいいですか。最初いいですね。いいですか。はい。はい。みたいな。はい。これいくらで出す？450円ぐらい。安って言われる。でも原価じゃない。原価安いもんな。あのさっきのこれこれこれ。あれあれ。あった。これこれこれ。これ大根サラダね。これ100円。100円で、あと卵と粉と豚肉と天かすと、あと生姜。まあだいたい冷蔵庫の隅にありそうなやつでできるから、これほんまにおすすめなんで、皆さんぜひお試しを。粉のこの加減は。あの今日ヤバいやつにあったヤブイ。ヤブイ。いやいや、なんかあのインドの揚げてはる人あれ。ああお試しをやった。お試しを。ぜひお試しを。こ金額が出て何ルピーとか。ぜひお試しを。これ450円。500円でいいか。ワンコイン。ワンコインで。知らんけど。知らんけど。まあそんな感じで皆さんお試しください。それではクッキング終わります。さよなら。
Thank you.
では皆さんいかがでしたでしょうか。お好み焼きスペシャルやな、はい、お好み焼きスペシャル、ポテスイともども美味しくできました。もうペロッと食べてなくなっちゃいましたけども、またなんか面白い料理ありましたら、今度はポテスイに作らすんでねできるかなできるやろ座右の銘はなんとかなるやからな、なんとかなる。まあそんな感じでね、季節の変わり目、朝晩冷えてきましたけど、お風邪ひかないようにね、気をつけてくださいね。そんな感じで明日肩噛むな予定してますけど、今から原稿を起こすんでね、まあお昼間に合うように頑張ります。そんな感じでね、いつもながら皆さんの健康と幸せをお祈りしております。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。